イモケ様。昔ばあちゃんの家に預けられてた時、後ろの大きな山に、イモケ様って神様を祀る祠があった。ばあちゃんの家の周りには遊ぶところもなく行くところもなかったから、その祠の近くにある池でよくじいちゃんと釣りをしていた。ある日じいちゃんとばあちゃんが、町に買い物に行くので、俺一人で留守番することになったんだけど、軽トラなので、することがなかったので一人、釣りに行くことにした。実はその池に行くのにはすごく遠回りをするが、二人ともいなかったので抜け道をすることにした。その抜け道はちょうど、隣のトトロで目がくぐっていったようなところで、人一人抜けられる場所だ。でもじいちゃんもばあちゃんも、絶対通ってはいけないと言ってた。理由は教えてくれなかった。入り口を囲むように石が並べてあったが、子供な俺はそんなのお構いなく入っていった。今思うと完璧に人工的な並びだった。そうして歩くこと20分、池に着いた。1時間ほど釣りをしていて、何気なく遠くの方を見たら、ちらっと人影が見え、声が聞こえた。秋寄せほ、秋寄せほ。みたいな感じに。普段誰も来ない場所なので少し気になり、見に行くことにしたが誰もいなかった。まあ気のせいだと思い、釣りを始めようと思っていたら、じいちゃんの軽トラが走ってきた。俺はじいちゃんが迎えに来てくれたと思い、釣り道具を片付けていたら、ものすごい勢いでじいちゃんが車で近づいてきた。問答無用で車に押し込められ、釣り竿もお気に入りだった水筒も、その場に置きっぱなしになってしまった。何か白い布をかぶされ、絶対出てくるなと言われ、家に帰るまで、じいちゃんはずっと何かを唱えていた。家に着くと、俺を包んでいた白い布をじいちゃんがかぶり、新しい布をばあちゃんがかけてくれた。ふと見ると近所の人たちが集まっていて、家は白い布で覆われていた。あれほどの大きな布をどうやって調達したのか。今思うにこの時のために用意してあったのだと思う。そしてばあちゃんにお風呂に入れられ、少し大きな部屋に連れて行かれた。知らないおじいさんがいて、どこを通って行ったのか、どのくらいの時間がかかったのかいろいろ聞かれた。その後イモケ様のことについて聞いた。イモケ様は池を守る神様だけど、幼いので一人では寂しいからと、昔は子供を生贄に捧げていたらしい。その子供が抜け道を通り、イモケ様のところへ行っていたらしい。しかし生贄とかの時代が終わり、寂しくなったイモケ様は、里に降りてきて子供を連れて行くようになり、連れてきた子供が逃げないように、足の筋を切り、ずっと自分のそばにいさせていたらしい。それで池も様が外に出ないように、石を並べて道を閉じたという話だった。最初は冗談と思って聞いていたが、自分の足を見た瞬間、凍りついた。右足のすねの後ろが切れていて、血が出ていたから、でも痛くはなかった。いきなりおじいさんが叫んで、白い布をかぶった人が俺を囲み、ばあちゃんが傷を小さい札みたいなもので止血してくれた。このままでは危ないということで、急遽俺は家に帰されることに。またしても布をかぶらされ、じいちゃんの車に乗せられた。池も様は白いものが見えないらしく、布をかぶれということだった。にもかかわらず家の中で足を切ったのは、完全に家を覆い切れてなかったかららしい。布をかぶる前に見たじいちゃんの軽トラは、黒い部分は藁半紙で隠され、荷台には大量のお菓子が乗せられていた。すごくかっこ悪かった。そして何事もなく走る車。俺はもっと何かを切ると思っていたので、拍子抜けしてしまった。ずっと布をかぶっていたので、
つい窓を開けてしまったら、外から、清江、と声が聞こえたが、じいちゃんは普通に運転していたので、気のせいだと思ったが、耳元で、清江、の声がはっきりと聞こえた。ここで意識がなくなった。目が覚めるとばあちゃんの家だった。ばあちゃんに話したら、すべて夢だと言われた。水筒もなくなってるし釣り道具もなかった。この話をしても誰も信じてくれないが、右足に本当に傷が残ってて、何年経っても最近できた傷のように見える。本当の話だけど何か知ってる人いないですかね。ホッシャドン。父は憑依体質というか、毎晩のようにうなされる人だった。対して母はまじない死の家系だったからか、そういうのを跳ねのける人。父がうなされても、母が胸あたりをペシッとすれば収まっていた。大雨が続いた秋だったと思う。ある夜から、父が尋常じゃないうなされ方をするようになった。金縛りに遭い、家中に響くような大きな声でうなる。半月ぐらい経った頃、金縛りにあった父がふと横を見ると、そこには白装束の老婆が、あちらを向いて横たわっていた。いよいよ見えるようになってきた。父は日に日にやつれていく。ある夜、凄まじいうなり声が父の寝室から聞こえた。起きていた私は寝室のドアを開けようとしたが、頭の中で警報というか、開けるな、という声を聞いたような気がして、慌てて風呂にいた母を呼びに行った。母はすぐに出てきて、寝室のドアを開けた。その瞬間、私は、見てはいけない、と、反射的に顔を背けた。父は白目を向いてもだえていたらしい。母が頬を張って叩き起こすと、真っ青ながらも正気に戻ったようだ。翌朝、父は、寝室のタンスのガラス戸から、あの老婆がぬう、と出てくる夢を見た、と、震えながら語った。当時、私はキョンシーのグッズにハマっており、お札に悪霊退散と書いて念を込め、そのタンスのガラス戸と窓の方に貼った。次の日、父は久しぶりにうならなかった。しかし次の夜、最大の恐怖がやってくる。父は寝ていながらも、家全体のことが見えたらしい。寝室の外から老婆が入ってこようとしていた。しかし、その位置にはお札がある。タンスのガラスとからもダメだった。そこでトイレ側の窓をぬっと通り抜け、ものすごいスピードで寝室の戸をすり抜け父の方へ、凄まじい父の叫びが響き渡った。いよいよ尋常じゃないと、何でも見えるという、この地方の言葉では、ホッシャドン、という、霊能力者に見てもらうことになった。その方は、確かに父に老婆がついているといい、なんとその老婆の名前を口にした。父はその名前に覚えがあった。昔近所に住んでいたおばさんで、小さい父をいろいろと可愛がってくれていたそう。ホッシャドンが言うには、あなたに救いを求めている。墓を見てみなさい。翌日、親戚の方に了解をもらい墓を見に行った。墓の中で遺骨は、骨壺にも入っておらず、ただばらまかれ、長雨のせいで水に浸っていた。なぜそんな状態だったのか。老婆には子供や旦那などがいなかった。つまり一人っきりだった。なので亡くなった時、一番近い親族の T が葬儀をしたのだが、T は骨壺すら惜しんだ。この親族 T は有名な主戦土で、老婆の財産なども根こそぎ騙し取ったり、ひどいことをしていたそうだ。墓は別の親戚に頼み、その帰りに父と母は、T の家付近に寄って行った。
自分に頼られてもどうしようもない。恨むなら、この T さんを恨んでください。翌日から、父の霊障はなくなった。数ヶ月後、T は脳一血で倒れ腕心不随となり、その後間もなく亡くなった。私たち家族は因果応報の怖さを噛みしめ、長かった恐怖が終わったことを感じた。これが我が家で一番怖かった霊体験です。父は生地霊感があったせいで頼られたようです。〇〇様。祖父が自営業を山の近くでしていたんだけど、たまーに山の方に入って、祖母、母、俺でわらびを取りに行ってた。これを焼いて、茹でて、マヨネーズで食べるとうまい。その時は祖母と二人で取ってたんだけど、俺だけちょこっと山の奥に入りすぎたのね。つっても、俺も小学生の高学年だから、何が危険とかの分別はついてる。で奥に進んでくと綺麗な川が流れてて、その周囲の割と平たい岩の一つに、わらびが大量に置かれてあった。誰かのかな?と思ったけど、付近に誰もいない。そしたら大きな猿みたいなのが現れたんだよ。体にまだらに苔が生えてて、不思議と威厳を感じた。そいつがじっと俺の方を見てくるのね。警戒してるのかな?と思ったけど、どことなく、来い、って誘われてる気がした。わらびやるぞみたいな感じで。まあ、俺は怖くなってすぐに逃げたけどな。それで祖母に話をしたんだよ。そしたら、〇〇様が目をかけてくれたんだね、って。本当に祖母は、〇〇様、って言ってた。これは本当の名前ではなくて、本当の名前は言ったらダメって教えてくれた。名前には力があって、言うだけでその人から持っていく。そう言って、祖母は、地面にその名前を書いてくれた。書くだけでも割と危険らしいけど、ちゃんと、後の人に伝えないとね、って言ってた。名前なんだけど、不思議と発音できないんだよな。カタカタなんだけど日本語っぽくないというか、どう発音していいのかがわからん感じかな。山は別に霊山とかでなくて、ごくごく普通の山。祖母は、どこの山に出てくる?姿も時に違うけど、欲しいものをくれる、体が大きい、苔が生えてる、とは言ってた。祖母の祖父が出会ってるらしい。その後、祖母が笑顔で言った。もらわなくてよかったね。ただより怖いものはないから。が一番怖かった。めり込み女。小学生の頃の話、祖父母の家は田舎のそこそこでかいお屋敷で、家の周りをぐるっと漆喰の壁で囲まれてたんだ。道路からは田んぼのあぜ道を通って、裏口から入るのが最短ルートなんだけど、裏口の門の近くの漆喰に、右腕心がめり込んだ状態の女性が、昼夜問わずにいたんだ。黒髪で、白っぽい長袖ワンピースみたいな格好で、全体的に薄い。昼間は我慢できるんだけど、夜はマジで無理、って感じだった。でもある日、じいさんがぐずる俺に切れて、漆喰の壁をバンバン叩きながら。どこにそんなんがおるんじゃ、わしにゃ何も見えんぞ。とか言われた。その叩いてるとこがまさに、めり込み女がいる場所だったんだけど、じいさんが叩くたびに壁にめり込んでいって、最終的にいなくなった。薄いから表情は読めなかったけど、叩かれるとビクッとなりながら、めり込む様が面白くて笑った。じいさんも笑ってた。
高校生になって、なんとなくあの日なんで切れたのか聞いてみた。じいさん曰く。お前の母さんも、子供の頃に、同じこと言っとったんぜ。とのこと。母さんの時はいろんなとこ叩いたらしい。俺の前で叩いた場所が母さんが泣き止んだ場所だったから、覚えてたんだってさ。そんな無茶をするじいさんですが。今も庭いじりやらギャンブルやらやって、元気にやってます。